どうもベッキムです。いつもご覧いただきありがとうございます。今日も張り切って日本の美味しいものを皆さんにお届けしていきたいと思います。今日皆さんに紹介いたしますのは、札幌から全国に展開する人気のスープカレー店がなんと名古屋に初出店したんです。大量の野菜と濃厚な旨味が詰まったスープが魅力のスープカレーになりますので、ぜひ皆さん最後までご覧ください。それでは早速いきましょう。レッツゴー。さて、やってまいりました。こちらがですね、スープカレーの路地裏さんのですね、メニュー表になります。中を見ていただくと、まずはお好きなカレーをお選びくださいということで、こんなにも種類が豊富で、しかも野菜が豊富なカレーのメニューたちがあります。この中から今回はサムライスペシャルといって、人気のトッピングを一皿にまとめた、なんとも贅沢なスープカレーをチョイスしました。カレーの種類を選んだら次はスープを選びます。今回はレギュラーにしました。そしてその後は辛さとライスの量をそれぞれ選んでいきます。さて、一体どんなスープカレーが登場するんでしょうか。楽しみです。さて、注文したスープカレーが運ばれてきました。このようにスープカレーの中には本当に多くの野菜たちが入っています。色とりどりでとても見ていて気分が高まってきますよね。この野菜たちは北海道の契約農家から直送されているそうなんです。そしてご飯の方にはこのようにフライドチキンですとか、さらにはブロッコリーを揚げたものもあります。さあ、早速どんな味がするのか食べていきましょう。まずはカレーのスープからいただいていきます。大量の野菜を丸2日も煮込んで作り上げるといったスープはとろみがあって、どことなくシチューっぽさを感じる、どうか家庭的な仕上がりになっています。今回は辛さは4辛にしましたが、割としっかりとした辛さを感じることができました。辛いのが苦手な方はレベルを抑えめにした方がいいかもしれません。まずはこのトッピングされているエビから食べていきます。歯ごたえもとても良くて、このプリッとした感じがなんとも癖になりそうです。このブロッコリーを揚げたものも食べていきます。一口食べるとガーリック感があって、これまた癖になりそうです。そしてこの黒いものはキクラゲでございます。これもスープカレーと一緒に食べるととても歯ごたえがあって、よくスープが染み込んでいて美味しいです。そしてこの野菜のレンコンもですね、食べていきましょう。歯ごたえがとても良くて、シャキシャキとした食感はなんともたまりません。そしてこちらのブロッコリーも食べていきますが、こちらも味が染み込んでいて本当に美味しいです。そしてこのスープカレーの中に入っているこちらのチキンも食べていきます。もう簡単にスープでちぎれるほどとても柔らかくて、しかも味が染み込んでいて本当にこれも美味しいです。そしてトッピングされている野菜たちが本当に大きくて、このジャガイモですとか、さらにはこういったナスもですね、非常に新鮮さを感じることができます。やはり産地特産ならではのことだと思います。そしてこのオクラも非常にネバネバした感じがよく、これはまたスープによく合い、とても美味しいです。さらにはヤングコーンですとか、そしてこの大きなかぼちゃも揚げてあってカリカリとしていて、とてもカレーとよく合っています。そして極みつけはこの北海道の郷土料理の鶏の唐揚げ、ザンキといったものなんですが、衣がカリカリでお肉がジューシーで、そしてサイズがボリューミーなので、これはもう肉好きにはたまらないかと思います。今回紹介したこの路地裏カレーさんというのは、札幌をはじめ全国に20店舗展開しているそうなので、ぜひお近くのお店に行って北海道気分を味わってみてください。そして最後まで動画を見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録もお忘れなく、よろしくお願いいたします。それでは See you!